トミカの86とつい最近発売された BRZ を比較してみたいと思います。メーカーの枠を超えた兄弟車で、デザインは基本的に同じですが、フロントが違います。まずはパッケージのイラストから。素材です。窓ガラスの素材が変わっています。製造国が中国からベトナムへ。前面から後ろ、横、上から、上、後ろから、こうして見るとなかなかに違いますね。フォグランプが86は担保印刷で、 BRZ は立体的に加工されています。フロントグリルが86と BRZ で上下逆になっている感じです。BRZ の後ろにスバルのエンブレムがないのは小さすぎて再現できないからでしょうか。最後に上下並べた状態で、
というわけで、トミカ86と BRZ の徹底比較でした。